見ようぜ、オープニング。押したら飛ばしちゃうかもしれんから、難問さん。あ、そんなことなかった。ここは時間も空間も超えた私の宇宙。これアルセウス視点だ。え、なんかめちゃくちゃ異世界転生、もしかしてこれ。スマホとかあるし。異世界転生ポケットモンスター。かわいい俺。うわ、アルセウス、でかくね？こんな大きい？あ、でも、ん？でも大きく見えるな。スマホ返してくれた。まさに神々しいという言葉が。え、でもアルセウスのせいね、これ絶対トラックに轢かれてさ、トラックに轢かれた後のさ、やつじゃん。俺何度も見たことあるよ、漫画で。導入編で。大体ね、トラックに轢かれてね、その後に世界。ウェイクアップ！ウェイクアップ！起きろ、起きろ。空から落ちてきて驚きましたが、空から落ちてきて生きている。ここどこ？そして右上のさ、ビカビカしてるとこすごい気になるわ。なるほど、大変ですね。では、いかがであるのですか？うわ、楽しみ。すごい楽しみになってきた。わかりません。もう何にもわかりません。わかりました。困ってる人を見捨てるわけにはいかないのです。もしかしてさ、主人公これさ、主人公さ、ポケモンない世界から来てる？俺気づいちゃった。これ、俺たちと同じ世界からさ、ポケモンのさ、いるさ、過去にさ、飛ばされてんじゃない？キプレイじゃないですよ。キプレイじゃないです、本当に。そうじゃない？多分。ガチ異世界転生じゃない？これ。ポケモンわかりますか？さあ。やっぱりポケモンこれ知らない世界から来てるよ、絶対。やっぱそうだよな。ほら、ポケモンの説明受けるところからだもん、だって。面白いね。今までってそういうことなかったよね。今までってさ、ちゃんとポケモンがいる世界で生まれ育った主人公だったじゃん。主人公普通に多分この令和の現代から送り込まれた。トラックに轢かれて。あ、アルセウスフォンだ。いや、アルセウスフォンだよ、こいつの名前絶対。合ってると思う。おそらく自分のスマートフォンだが形状が変わっている。それに不思議な力を感じる。画面に表示が ねえねえ、キプレイじゃないからね キプレイじゃないからね、俺今本当に。ねえ、本当に信じて。キプレイじゃないから。キプレイバレてる もしかして キプレイバレてる？自然と 自然と出てきてしまった、アルセウスフォン。